ちゃ。こんにちは。ゆたこさん、久々にカツをお願いします、はい、当たり前だよお前、何お前今頃になってお前、はい、全力で投げれないって。そうなんです。お前他球団見てるのバンバン投げてるからですよね。あ、どのチームの誰のことを言ってるのかというと、うん、巨人です。そう、巨人で、堀田投手と山崎伊織投手が、まあ、1軍スタートだったのが、はい、第1クールのもう最後の方で2軍で入れ替わっちゃったんですよね。いやこれね、2人ともね、はい、監督としたら、はい、ローテーション考えてるピッチャーだから。そうですよ、先発も。いや本当お前らもうちょっと成長して、はい、安定したローテーションピッチャーになれっていう風なね、うん、期待大だよ。ですよね。あ、それはだからそれだけに、はい、もう腹に据えかねたんだろうな。カツーンと来たんだと思うよ。ちょっと黙ってたけど今ちょっとカツーンカツーンって昭和だよ昭和だよ来たんだと思うよ。そうですよね。あの原監督はその、ま、コンディションの不安から山崎伊織投手と堀田投手を2軍に降格、このことに対して全力で投げられない人を1軍に置いとくことはできないと、うん、職場放棄というふうに厳しい言葉で言う、うん、いやそりゃそうだね。まあやっぱ原監督も、はい、優勝逃してね、昨年一昨年っつって、はい、うん、まあ、気するところがあるよ、まあ、昨年ちょっと豆まいたよね、うんうん、はい、あ、種か鳩かと思って私も入ってちゃった。お前も入って言うなよ。じゃ あの豆って豆じゃない、節分だったから。そうですね、つぶさきがちょっと前ね、はい、種まいたから、はい、種まいてつぼみになりかけてんだよね、うん、これがまた今年成長して花を咲かせる、うん、そういう年にしたいっていうふうに思ってたはずなんだよ、はい、まあ、それが体調不良で全力で投げれない話にならないよ、プロとして。いやまだ20代前半で、もう3日目4日目ぐらいで、まあ、全力で投げられないっていうのはどういうことが起きてるんですか、2人には。でやっぱり調整不足だろうね。それから自主トレを、うん、まあ、そんなに追い込んでやらなかったかっていうね。一応菅野投手の門下生みたいな形で2人はいるみたいなんですけど、うん、どういうことなんでしょうかね、体力がない。いやだから、まあ、逆に言えばその自主トレを追い込みすぎて、はい、疲労がここに来て出たとか、あ、まあ、いいように考えればね、うん、まあ、だけど全力で投げれるか投げれないか、その中で全力でパフォーマンスができないっていうふうになると、やっぱ体調不良っていうふうに言われるし、で全力で腕振って投げれないっていうのはどっか違和感があったりだとか怖さがあったりだとか、まあいろいろするんだろうね。だからまあそういうことで、まあ全力ではできない、まあ本人にしかわからないそういった状態っていうのがあると思うんだけども、それだったらね、やっぱプロのコーチとか監督ってやっぱ見極めるよ。あ、これはちょっとあれだなっていう風な、あ、ちょっと体調不良だけどその中でも一生懸命やってるんだって、一生懸命ついていこうとしてるなとか、まあそういうことはわかるんだけどさ、でも目に余るものがあったんじゃないの。そうですね、あの第1クールの途中でも下がるっていうことは、うん、相当何かがね、ある、まあ、それとやっぱちょっと緊張感を持たすチームに、はい、他の若手に、うん、そういう狙いもあると思う、うん、荒監督そういうさじ加減っていうのはうまいから、はい、いやでもこいつはちょっと今1軍置いといても故障するなと思って、じゃあ雷落としておけみたいな、うん、お前ら2軍だみたいな、もう出直してこいって話にならんって言っといて、他の若手に緊張感を持たせてるのか、はい、まあ、その狙いはあるんだよね、いろいろね、うんうん、だけどこの2人っていうのは山崎よりは、まあ、確実にローテーションピッチャーっていうふうには考えてたはずだろうし、はい、うん、ちょっと残念だよね、そうです、俺がすると。で堀田投手もやっぱり先発のローテになってほしいっていう思いはもちろんもちろん、ね、素質的にはやっぱこうエース級の2人だから、うん、だからそれはやっぱり期待をする反面、そういう状態が見えてくるとちょっとがっかりして、もうお前ちょっと外れろみたいな、はい、そういうことにはなるよね。そうですよね、うん、で去年やっぱりその原監督が言っていたのが、その若手のそういったピッチャーがスタミナがないっていうふうにずっと言っていた。でここに来てやっぱこれなので、だから自分たちの目先のこう課題というか、うん、はい、例えば、まあ、単純に言うよ、簡単にストライクを投げるとか、はい、フォアボールを出さないとか、うん、まあ、そういうことばっかりだったんだよね、ホームがどうだとか。いやそうじゃない、もっと体力をつけるためにはどういうトレーニングが必要なのか、うん、例えば遠投であったりだとかさ、ブルペンで100投げるよりも遠投の方が疲れるからね、本当に、うん、だから遠投の方が大事なのか、それとも、まあ、簡単に言えばスタミナって言えばランニングとか、うん、そういう量を増やすとか、だからやり方をちょっと目先のことだけにとらわれて、だから格好だけだよね、はい、基本的なものを忘れてるんじゃないかっていうところはちょっと感じ取れるよね。本来
来はそれっていうのは自主トレでやってこなきゃいけないところですよね。だ自主トレっていうよりもシーズン終わって休みなんかないもん、はい、やっぱり自分たちが本当にローテーションピッチャーになりたいとか、はい、そういう志があるんであれば休むなんてあんまりないよね、うん、そうですね。だってその休まなきゃいけなくなるほどシーズン働いてないもの、うん、そしたら余力はあると思うんだよ。まだできる、みんなの差を詰めていくにはそこが大事だから、うん、それで最高のパフォーマンスをキャンプで出すという、はい、だからそこら辺を考えてないよな。そうですよね、うん、まあ、危機感とかだからまあここら辺はやっぱりピッチングコーチが変わった、はい、阿波のコーチ、うん、だからそこら辺の話ができてなかったかも分かんないよね。そうですよね、うん、お前たちには休みないんだよとか、うん、今大切なことって課題を与えといて体重は何キロって指定してベストで入ってこいとか、うん、まあ、そういう話し合いがなかったのかもわからないよね。だからコーチを変えるとさ、ポカーンと空く期間があるんだよね。ああそうですね、空白、あそうそうそう、まあ、他のピッチングコーチもいるけども、やっぱ新しいピッチングコーチが、まあ、あのが入ってきてどうするかっていうね、はい、だから全部のパフォーマンスのことってわからないじゃない、はい、やっぱ1年目っていうのは、うん、ましてはすぐ見て、これが全力なのかとか分からないじゃない、うん、だから原監督が多分怒ったんだと思うんだよね。そうですね、うん、まあ、代わりに横川投手とあと戸田投手が上がってきたんですけれども、まあ、横川もいいからね、言っとくけど。そうですよね、ただまあもう5年目なので、いやだからもう競争だから知らないよ、お前横川に取られちゃうよ。そうですよね、いや本当に。しかも逆に言うと今枠がそれだけ取れるチャンスがあるのよって、まああるんだよ、あるし、うん、だから自分たちがやっぱあぐらをかいてね、まあ、若手の中では俺らいるんでしょうみたいなことを言っとけば大変なことになるから。そうですね、まあ、一生棒に振るよ、うん、だって頑張るところここだから、うん、ここ頑張ってローテーションに入って10勝して、うん、で何年後には FA 取ってみよう、うん、何十億入ってくるんだよ、まあ、本当そうですよね。そうだろ、うん、でここ頑張らないで2軍に落とされてもたもたしてたら、うん、もう多くどころか何にも残らなくなるんだ。だからそこを先を考えよ、もっと人生設計の、うん、ここで死に物狂い、もう汗じゃない、油汗出してやらないと。本当冷や汗ですよね。いや本当だよ、冷や汗と油汗はだいぶ違うけど油汗とか下痢とか。いや下痢じゃないよ、そのぐらい体調悪くても頑張れて、そんなん隠してやらないとって確かに。いや本当本当、豊さんの時は、うん、だってそんなこと言ってられなかったですよね。いや言ってられないというか、そんな先の話だって夢ない話だから、うん、俺らの時は本当だよ、奥なんか誰もいないんだから。まあ、そうですよね。だから景気は外はバブルでいいしさ、いい、うん、土地は値上がりしてる、うん、俺らの給料じゃ買えないみたいになっちゃってるんだから今ね、夢なんか全くなかったよ。ですよね。しかも例えば若手の選手がちょっと体調悪いんですなんて言うもんなら、もうレギュラーで君いらないよとか。まあ時代がね、うん、俺らの時はそうだったけども、うん、今はそういう時代じゃなくて、うん、やっぱそういうのでもやっぱ完全看護でやってあげないと、うん、もう寂しいみたいな言われちゃうからね。そうかそうか。いやだからそれはまあ別問題として、でも今先の10年を考えて自分の映像、まあ、8年とか9年でもいいや、映像を考えた時にいつ頑張っとけばこうなれるっていうのが分かると思うんだよ。逆算すれば、だからそこ賢くなっとかないとさ、そしたら何をやらなきゃいけないっていうのはもう一目瞭然だと思うんだけどね。だからもうキャンプ入ってきてね、第2クールぐらいでお前らいらないか帰れって言われる、もうね真っ暗だよ。それこそもう冷や汗だよ。そこ冷や汗、冷や汗が出るぐらいの感覚になんないと。ですよね。いやこのままじゃ10年先ないぞみたいな、うん、いや本当にね、いやでもまたチャンスがあるって甘いこと考えたら原監督はねその考え見抜くから、うん、もういらねってなったら終わるぞ本当に。スパッと切られちゃいます、ね、いや本当、うん、もう俺今年のオフなんかお前トラウト受けてるかも。いや本当そうだって、うん、だから今頑張らないと、またしょうがないやつが言ってるって言うけど、いやでも本当今頑張らないとですよ。今頑張らないとって言う思うよ本当に。じゃあこの、まあ、2投手は、まあ、2軍でもう1回1軍に上がってくるためには、まあまあ、スタミナをまずつけて、いやまずスタミナとかよりも2軍で先頭立って走って大声で、うん、引っ張るぐらいの、ね、で練習のあともう一回その練習を反復するぐらいの練習を積むぐらいの覚悟でいかなきゃダメだよ。
じゃないとシーズン持たない、持たないし、持つ持たないなんて考えてないよ。まず一勝もできないで終わるよ。厳しいですね。いや本当に、うん、だからまあそのぐらいの覚悟を持ってやらなきゃいけないじゃん、うん、まだ良かったのは早い時期で良かったと思わないと。あ、ワンクール目ってことですか。これがキャンプの終盤でさ、うん、お前もういい、お前ファーム行ってこいって言われたら、うん、まず開幕一軍ないからね。じゃあこの時期でまだ100円まだ良かった、もう一回やり直せるから、うん、まあ、頑張れよ、もう本当2人ね。そうですよね。いや本当に素質は抜群だから、うん、あとはね生きていく知恵だから、うん、どう考えるかだから、だからここがバカなやつは金稼げないって。まあそうですね、どの分野でもそうですよね。いや絶対そうだって。だからここ賢く考えないと物事は、うん、だから終わっちゃうぞ本当に。そうですよね、うん、だから早くね、その今2軍にいる堀田投手、山崎投手がまた1軍に戻って開幕1軍スタートできるように、ローテ入れるように、うん、まず2週間押されるなんか1週間でね返すなんていうことは絶対しないから原監督は。いやそんな軽く沖縄なんか来るなんて沖縄行けない、当たり前だよお前、来んな来んなみたいな、あんなアマチュアぬくいところでやらすかみたいな。じゃあオープン戦ちょっと手前ぐらいで北海道で実際にもう一回やってこいみたいな感じだよ本当に。じゃあ2週間はかかりますね。いやそれは監督としたらね、やっぱどれだけ期待してるか、うん、いや本当そう、気持ちの中で、うん、そのがっかり感は本人以上だって、うん、ね、だからそういうね人が思う気持ち、うん、そういうことも大切にしながら、はい、もう一度やっぱこう考え直して、うん、立て直してくるには1週間で少なすぎるよ、確かに。本当に永平寺に遅れって、もう一回もう修行してこいって、座禅とか走ることよりも、うん、そっちの方が俺大切なことかもわからない。精神、うん、本当に余剰起きらしいよ掃除、そう、床の掃除から始まるんですよ。その方が修行になって帰ってくる。そうですね。いや本当その方がスタミナがつくかもわからない。精神的体力的だね。本当に、うん、だから人間って気持ちが支えてるからさ、うん、だからその方が大切かも彼らに。ちょっとカツが早く入りましたけど、だからあれだよ、もうこれから永平寺に怒る日ってもう1週間で値上げるぞ本当に。多分そうですよね、もう本当だから。ここだったら一軍でトレーニングしてた方がいいですって。髪型パサパサしてるのが坊主だからそうです、厳しい、ざま見ろみたいな、はい、頑張ってください。